神谷浩史のくどいてピロピロもう一回。恋も仕事も命がけ、それがこの俺ピロピロ先輩。今週も恋に恋する乙女たちの妄想ハートを恋の経典語へ目指して射止めちゃおっかな。経典って何ですか？さあ、はい、これじゃないって誰か言えよ。ピロピロで、それじゃないよってさ。アッピーさんからです。好きなタイプを聞いて耳元でこんなことを言われたら絶対に落ちます。お前だよ。あ、終わった終わった終わった D 終わったよ。一言です。好きなタイプ聞かれてやっぱり耳元でお前だよっていう風に言うっていうことがやっぱりストレートですごくいいと思うんだよね。中村さん、耳元に寄ってくるんだ。飽きてきました。耳元に寄ってくる。中村だいぶ飽きてきたから、ね、飽きたんじゃなくてさ、俺の横にさ、このクリップで作られた輪っかがあってさ、まあこれは置いといてこれ置いといてだよ。ああ、まあお前らよってのはストレートでいいんじゃないかな。耳元に行っちゃうんだ。そうそう、しかも声優の武器を最大に生かしましょうっていうふうに、まあ中役も書いてくれてるんで、まあこれから頑張っていこうかなと思って、うん、お前も頑張れよな中村。すいません、うん、こういうのよくあの取材で聞かれますよね。あ、好きなタイプですか。皆さんのこの好きな女性のタイプってどういう方ですか。お前だよ。ライト。ライターに。そう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 、そういうこと。ライターさんにね、男の人でも。男の人は言わない。言わない。それはさすがに。女性だったら。女性だった。お前だよ。みんな神谷さんの取材に行こうね。さあ次行きますよ。はい、次です。はい、アルトゴジャッペラブさんです。どこ中と聞かれた時、こう答えると一発で落ちちゃいます。僕は君に夢中だよ。ダジャレだからね。そうですね。お前何中だよ、おい、お前何中だよ、おいって言われたら、僕は君に夢中だよって。え、耳元で。うん、やっぱさ、もうほら、やっぱ声優にね、声優だから、うん、やっぱそういうのもう使ってね、最大限にしなきゃいけないじゃん。声優なのに寄らなきゃダメだから。ただ声飛ばないの、あまり。お前どこ中だよって言われてる状況っていうのは相当ね、ピンチだと思うんだよね。多分、うん、そうだね。ああ、お前どこ中だよ、ほら、おい、言うてみろ、ほらって寄ってくんでしょ。多分鼻がね、バーンってやられる。しかも相手男だしね、それだとね、うん、大体男がね。女の子にお前何中だよって言われること大体ねえよ。もう末期だね。言われたらもうこれ即使ってください。あ、そうですね。よろしくちゃん。はい、次です。ピロピロネームネモさんからです。お風呂に入っている私にこんなことを言われたら落ちてしまいます。3分経ったら君を食べちゃってもいいのかな。これはなんすか、はい、なんすか、何でも質問受け付けますけど、まあ口説くわけじゃない。あ、そうですね、付き合ってない、付き合ってないのかな。お風呂入って付き合ってないのに。うん、なんかこれ静香ちゃん的な。いや、だから例えばほら、今何してるみたいなメール出すじゃん。あ、例えばね、うん、俺出さねえけど男子が女子にね。そうそうそう、男子が、例えばほら、めぐみちゃん今何してんの、うん、今からお風呂入るところですって来たら、おっ、来た。3分経ったら君を食べに行っちゃうぞと。食べてもいいのかなって。返信が来ない。そうだね、大体入ってるから。5分経ったけど返信ないけど、どうしようかなみたいな。またカチャって開けて、あれ来ねえな、おかしいな。で、翌朝メールサーバーやられたからみたいな。まあそうだね、うん、そうですね、これちょっと、うん、みんなちょっと趣旨をね、理解してほしい。まあでもいいんじゃないですかね、いい感じだと思いますけれども。以上、神谷浩史のくどいてピロピロもう一回。お届けはくどきのスナイパーピロピロ先輩でした。